劇団エグザイルの町田啓太、28、が3月26日放送の日本テレビ系、うちのガヤがすみません。に出演。高校時代のモテ伝説を認めた。パイロットを夢見て、石川県にある、日本航空高等学校に通っていた町田。番組では、町田の母校に潜入調査。当時の担任から、ダンス部のキャプテンで、寮生活では副寮長だった。同級生、後輩、卒業生や保護者の方もファンになるくらい人気者だったと、高校時代の様子が明かされた。さらに、数学の教師からは、県のダンスコンクールに町田が参加したエピソードが飛び出し、会場からなかなか出てこないのでおかしいと思って、呼びに行ったら、女の子たちが周りにいて、100人弱はいたと思いますとモテ伝説を暴露される一幕も。その女の子たちは町田の出待ちをしていたという。VTR 後、町田は先生が話を持ってくださったと謙遜。しかしフットボールアワーの後藤輝元、44、から、ほんまのこと言ってと言われると、いましたと照れくさそうに認めた。ツイッターでは視聴者から、その辺のアイドルに負けてないじゃん。リアルプリンスオブレジェンド、スペック高すぎてビビる、かっこよすぎなんですけどという反応が上がっている。